より小さい卓球、WTT コンテンダーザグレブ2023日程、6月26日から7月2日場所、ザグレブ、クロアチア、6月26日からクロアチアのザグレブにて WTT コンテンダーザグレブ2023が開幕する。宇田、トノボラが上位進出を狙う、男子シングルスでは、世界ランキング19位の宇田行きや、明治大、 が日本勢トップの第5シードに登録されている全日本王者の戸上俊介、明治大、模本戦からの出場となり、宇田と共に上位進出を狙う。男子シングルス予選には及川瑞希、木下グループ、松島木屋、木下アカデミー、吉山良一、日本大が出場し、本戦出場をかけて予選に挑む。松島は、 先日の WTT コンテンダーチュニス2023大会予選では敗れたセドリック・メイスナー、ドイツのブロックに入っている。リベンジを果たし本戦出場権を獲得することができるか注目だ。今大会には世界ランキング1位の阪神党、ファン・ジェンドン、中国、第2シードのウーモ・カルデラのブラジルを筆頭に世界トップクラスの選手が出場する。 実力者が多数出場する男子シングルスは混戦が予想されるが、日本選手は上位進出を成すことができるか。木原、張本らが連戦に挑む。女子シングルスでは、早田ひな、日本生命、が第3シードとして本戦から出場する。世界卓球2023大会では銅メダルを獲得し、さらに洗練されたプレーで今大会も上位を狙う。 先日の WTT コンテンダーチュニス2023大会では女子シングルス優勝を飾り、2度目の国際大会制覇を果たした張本美和、木下アカデミーは今大会も本戦から出場する。木原美優、平野美優、長崎美優、いずれも木下グループ、も出場し、T リーグ野島カップ、WTT コンテンダーチュニス大会からの3連戦に挑む。 連戦の過密スケジュールを乗り越え、上位進出を果たせるか。カットマンのおじおはるな、JOC エリートアカデミー、聖佐、の相手を翻弄する変則的なカットプレイにも注目だ。また女子シングルス予選には、森桜、笹尾明日香、共に日本生命、が出場する。海外勢では、世界チャンピオンの孫英社、スニー社、中国、が第一シード。 世界ランキング6位の1000 1、チェンティエンイ、中国、が第2シードに登録されている。WTT コンテンダーラゴスチャンピオンの新ヒロヒン、新ユビン、韓国、香港のエース、森外金、ルホイカン、中国香港、ラアジア各国のトップ選手も出場することが決まっており、日本勢以外の上位進出争いにも注目だ。日本選手の予選1回戦試合予定、 各種目の出場選手は以下の通り。日本選手男子シングルス予選1回戦試合予定。松島木也、木下アカデミー、金ンワンウェイ、チャイニーズタイペイ。日本選手女子シングルス予選1回戦試合予定。森桜、日本生命、デボラビバレリ、イタリア。日本選手女子シングルス予選1回戦試合予定。森桜、日本生命、デボラビバレリ、イタリア。 男子シングルス出場選手、宇田幸也、明治大、戸上俊介、明治大、及川瑞木、木下グループ、予選から出場吉山良一、日本大、予選から出場松島木や木下アカデミー予選から出場、女子シングルス出場選手、早田ひな、日本生命、木原美優、木下グループ、平野美優、木下グループ、張本美和、 木下アカデミー長崎美優、木下グループ腰をはるな JOC エリートアカデミー聖佐笹尾飛鳥、日本生命予選から出場森桜日本生命予選から出場女子ダブルス出場選手木原美優、木下グループ張本美和木下アカデミー平野美優、長崎美優、木下グループ